1793から1795年のリトアニア大公国領域とブラスワフ県の一ブラスワフ県、ブレスラウや県はリトアニア大公国の県である。1793年、ブラスワフ軍と3軍を合併して形成された。県とはケンベラルーシブラスラウに置かれ、ゲンリトアニアウクメルゲ、アニークシーも同県に含まれた。海区分の軍は設置されなかった。県知事には、 ミハウ・コスサコフスキが任命された。1794年5月11日、タデウシ・コシチュシコの放棄の過程における、帝政ロシア軍とリトアニア反乱軍との戦闘がブラスワフで行われ、ブラスワフは炎上した。結果、ケンとはビゼに移された。1795年、第三次ポーランド分割によって、帝政ロシア領に組み込まれ、ブラスワフ県は消滅した。 ロシアでは、ビリガ県の一部となった。ヨゼフ・ボルフ、セネター・アイ・ディグニターズ・ウィール・キーゴ・クシエストロはリテフスキー5386から1795、クラックを百8 8 5ありがとうございます。